半沢直樹のモノマネ芸人ダメ沢直樹と申します。人生倍、人生倍返し、はい、ということでございましてですね、竜とそばかすの姫の感想を僕一回あげてるんだけど、なんかあまりにも酷評みたいなのブログとか動画とか、いよいよ江頭さんが酷評みたいな動画をあげたんで、僕映画館で号泣したんです、竜とそばかすの姫。ということで、その決定的なあのそれの反論をちゃんとしたいと思います。僕はそういう動画です、反論。もうなんか映画館で感動した人が恥ずかしくなっちゃうような感じに今なっちゃってるんですよ、世論というか。みんながそれあげるからつまんないとか脚本が悪いとか、全然そんなことないっていうのを絶対的に反論する、これは動画ですってことで、よろしくお願いいたします。ケロケロリ。まず一個ね、争点としてみんなが言ってるのが、一人で助けに行くのおかしいって言ってるんですよ。虐待されてる子供がいるんだけど、それを一人で助けに行くのおかしいと、周りの大人たちがいるのに。ここがまずおかしいというのは、おかしくないよってとこからいきますよ。まず一人で助けに行くっていうのだけども、あれって別にそんなに虐待されてないんですよ。ここが重要なポイント。むちゃくちゃ虐待されてて、薬物中毒の親父が殺されかかってるんだったら別です、息子が。あれ映像の中であるのは、意外と日常的に結構ずるいやり方で虐待してるんですよ。それが最後の方で時計をしてるのとか、結構常識人の格好をしてるってとこから描かれてるんですけれども、でそんなに虐待してないの、あれ。だけどその人の、あの少年の心はすごく実は傷ついてるっていうのが、ユーっていう仮想世界に現れてるから、あのあざになってるんですよ。あれは心の中の傷が現れるから、仮想世界でああいう風に爆発するんです、その特性の一つが。だからここが重要なポイントで、そんなひどい虐待じゃないんです、そこが重要なポイント。だってあれ、もしじゃあみんなで行けばよかったのかって話になるでしょ。全員で行って、さすまたを持って、例えばね、さすまたを持ってあの親父をガッて捕まえるとするでしょ。そしたらまた変なんですよ。あの親父にもちゃんと正義があるんです。日常生活を送ってイライラするけど、子供に八つ当たりをしちゃうっていうぐらいのレベルなんです。だってね、逆にじゃあお前ここはお前一人で行けよっていうシーンを挟んだとしたら、それで納得するかって言ったらしないでしょ。また結局お前無責任なこと言うなっていうツッコミが入るでしょ。結局あれ別に一人で行っても何の問題もないの。そしてそもそも物語にそんなツッコミ方したら、ほとんどの物語成立しないんですよ。で、重要なポイントは何をあの映画は描きたかったかってことなんですよ。そうなってくると、まずもう一個言われてるのが、 SNS の誹謗中傷なんか全然描かれてないです、あの映画の中では。重要なポイント、あの映画のメッセージの最重要なポイントは、人は人を助けないってことなんですよ。だから最後の方で急に出てくる佐藤健さんの演技が、助ける助ける助ける、誰も助けないっていう、あのだんだんカメラのアップの分かります、あの独白の演技になるんですよ。絶対人は助けに来ない、だけど助けに行くのがあのすずちゃんじゃないですか。その時に持ってるものを全部捨てて助けるっていうのはどういうことかっていうと、お母さんが溺れかけている子供、娘に、あなたの濁流に飲み込まれようとしている子供を一人で助けて死んだじゃないですか。ちっちゃい頃に死んだんですけども、それを SNS では序盤で言うんですけど、なんで自分の子供でもない人を助けたの、バカだねって言ったの。これが誹謗中傷なんじゃなくて、人が人を助けない理由なんですよ。他人が他人を助けない理由っていうのは、利益がないか、そこに理由と利益がないんです。ないからなんです。だけど、理由と利益がないのに助けに行くのが、すずのあのラストシーンなんですよ。だから、親父に、お前は母さんに似て、優しい人間になった。まあ、ある意味でなってしまったっていう意味のことを、ポロって、メールで言うんです。あ、会話がないから。もし、その子供に会ったら、お前はその子に、ぜひ親切にやってく、親切にしてくださいってメールが来るでしょ。あそこなんですよ。だから、結局、物語って何でもそうなんですけど、抽象的じゃないですか。あの物語、あのメッセージはむちゃくちゃだから良かったんだ。僕はですよ。あくまで僕は。僕はだ逆に、脚本がむちゃくちゃ良くて、映像美とかは、そんなに別に、わってそんなにならなかったです。僕はそんなにね。逆にもう一個、わと思ったのが、演出なんです、演出。
あの途中で告白するシーンはあの分かります？あの美人のマドンナがなんかそうでもないあんま人気のない男に告白するシーンがあるんですけども、そこが顔が真っ赤っかになるんですよ。もう本当に真っ赤っかになってウィーンって顔が真っ赤っかになって応援してますみたいなことを言って画面止まるんですよ。もう作画とか関係ないですよ。で、あ、そうなんだっつって男の子もこうやって顔真っ赤っかになってギクシャクしてる映像があるんですけども、あそこが僕びっくりしました。こんな風に描くんだと思って、ちょうど新エヴァンゲリオンが公開してる時だったから余計あって映像の面白さっていうか、こういう風に描くとこういう風に見てる側は感じるんだなと思って、ディフォルメする面白さみたいなのを僕感じました。そこが僕結構注目ポイントだと思いました。そんな感じで、とにかく酷評されてるのは間違いとは別に嫌な解釈なんか人それぞれだから、そこをそういう風に突っ込んだらほとんどの物語成立しませんよねっていうお話でした。でね、これまあね、そのお家一番ラストシーンの話になっちゃうんですけども、めっちゃ 歌がテーマじゃないですか。だから歌ってよすずちゃんみたいな感じで、あの歌歌ってよみたいな感じで、じゃあ歌うよって言って画面がバーンって真っ暗になってエンドロール始まるんですけど、それ超かっこいいじゃないですか。僕はね、ダントツで一番でした。ダントツで。細田守監督の中で。で、あの、天気の子と比べてるみたいなのあるじゃないですか。天気の子とどっちが好きですか？天気の子に比べたら、全然やっぱ完成度は確かに違います。天気の子すごいから。ね、新海誠さんの天気の子は、キャラクターとセリフとシナリオの、なんつうの？もう曲線っていうんですか？配置の仕方がもう完璧すぎて、もうびっくりする。僕2回目見た時泣けなかったもん、すごすぎて。すごい、うなっちゃって。これはすごいと思って。一回目はもうブワーってすごい泣いたんですけど。だからそれ難しいですね。二回見たらどう思うかとかはちょっとまた分かんないのかもしれない。そんな感じで、僕は、あの、竜とそばかすの姫は絶対、その前頭さんもね、見に行った方がいいと言ってたんですけど、僕は見に行った方がいいと思います。そこちょっと注目してください。鈴さんが、なんで、あの子を助けたのかっていう。だから、結局ね、怪我するんですよ。助けに行っちゃったからやっぱ怪我したじゃんってなるけど、あの、親父も怪我させようと思って怪我させたわけじゃないから、あれ不可、なんていうんですか、ちょっとしたアクシデントなんですけど、まあ危険は危険だけど、あそこそこ言ったら始まんないから、ほとんどの物語が。もう、全部始まんないから、本当に。そんな感じで。もう半沢直樹も始まらないから、そんなこと言い始めたら。そんな感じで。皆様も、竜とそばかすの姫見に行ったらいかがでしょうか。そんな感じで、私、この映画レビューみたいなやつやってていいのかすごい疑問なんですけれども、応援よろしくお願いいたします。為澤直樹と申します。ありがとうございました。